待ちだなんてしけてないねしけてないねあったあきみこあきみこにゃんはろうなにゃんはようにゃんはろうなあどうも来てくれてありがとうございます。あーまあ自分の30分に記念とつまちだから来ないわけにはいかないにゃー。ありがとうだねー嬉しい。じゃあ、あれだね。ちょっとムキムキではあるけれども、うん、ミコの丸々なしてる時の桜猫やってもらえるんですか？今日ね、引っ下げてきたよ。マジっすか？今のところまだ飽きちゃうんだけど。それでは聞いてください。はい。ある日の桜美子パート1。ある日の。ズババババババ、ズババ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 。うわぁ。シルキーズプラス。やばいやばいあエロゲが始まってしまった。な、な、す、あ、ちょっと待て。シルキーズプラス。やばいやばいエロゲが始まってしまった。あ、ごめん。ごめんごめん。なすぐ。ある日のさくらみこパート2。あ、まだそうですよね。うこれ乗っていいの？いいの？乗っておうかな。ぐへへへへへへ。人生はうまくいかないね。楽をしようとするとね、あこうなるってこ。テケ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 タラタタタラタラタノバビッチ。終了するよ。お疲れ様。お疲れ様。あ、もう落ちてる。終了するよ。お疲れ様で落ちてますね。いや、これはまあ分かる人には分かるっていうか、まあ分かる人の方が多いやつですね。まあ、みこがある日、まあエロゲをご起動してしまった時の、までででしたね。これね、どっちかっていうと、ミコの真似ってよりも、もはやね、サノバミッチがね、めちゃくちゃ似てましたね。笑ってしまったね。